よし、世界ランク上げの続きだね。今回戦うのは IBS 世界ミニマム級4位、この人だね。戦績は16勝 8KO 3敗。利き腕は右利き、構えはボクサーファイタースタイル、まあ普通の構えと。能力値見る限りだと、まあ今までの相手と比べて何か怖いっていうところはないかな。構えも普通の構えだしね。普通にファイターリバーブローが入る相手だと思う。まあパンチ力はちょっと高めだね。まあいいんだよこの際。前回の試合で実感したけど、もう今のマークはどんなしょぼいパンチだろうが当たれば倒れちゃうから、もう当たんなきゃいい。それだけの話。今回の相手はそこまで打たれ強くもないし、まあ普通に KO はできると思うかな。まあ KO した方がね、ランキングってより多く上がるから、まあできれば倒したいよね。そんな感じかな。軽量いこうか。ミニマム級の上限が105ポンド、今のマークの体重が104ポンド4分の3。まあ軽量はパスだね。 And now, mini flyweight, non-title match, 10 round match. 今回はギガブリッジパークっていう会場で試合をしていく感じなんだけど、どこの国の会場なんかな。ちょっとわかんないな。多分まあ俺の予想でしかないんだけど、ギガブリッジっていう施設が世界のどこかにあって、何ブリッジっていうぐらいだから橋があって、まあその近くの会場っていうことなんだろうね。まあどっかの国の会場なんでしょう。まあ、ギガブリッジがある国のところの会場だね。ギガブリッジがどこにあるか、チリに地震に来ならわかるかもしんないから、まあじゃあもしね、どこの国の会場か知りたいってなったら、まあその人に聞くしかないね。調べれば出るかな、ギガブリッジ場所とかで。どうだろう、終わったら後で調べてみるか。なんかキャンパスに書いてあるわ、オーストラリアって。オーストラリアかな。じゃあよし、早速当たった。もうご丁寧になんかカンガルーのシルエットまであるよ。オーストラリアだね。前回はドイツだっけ、試合したの。ドイツで試合して、次はオーストラリアで試合か。もう諸国万有おじさんだね、マークも。アメリカに行ったり、ドイツに行ったり、オーストラリアに行ったり。旅費とか自腹なのかな。ジムからお金出してもらえてるんだろうか。金かかって大変だろうな。危ない。すっごい、ま、パンチがもろに入っちゃった。危険だね。なんだろう、これまでの相手と比べるとやっぱ見劣りはするけど、怖いことに変わりないね。気を抜いちゃダメだ。あと1回このラウンド中に倒せば勝ち。狙ってみよう。外した。くそ。もう少し、ここ、もう少し早く、ここ。よし！決まった。1ラウンド KO したから、さすがに、なんだろう、IBS4 位ぐらいには次はマーク、ランクされるんじゃないかな。止まった。そろそろ PSP にガタが来てるって感じかな。
どうしような。せめてな、これ全部取り終わるまでは持ってほしいんだけど、壊れちゃったらどうしよう。うん。まあ、失踪だろうね。うん。これで、なんだろう。世界王座認定団体の4団体中、3団体で、シングルランカーになったのかな？うん。だから、なんだろう、次にその団体で試合すれば、その次で世界挑戦できるっていう位置までこぎつけた感じだね。うん。だから、うん。あとはね、その、まだ2桁の世界ランクになってる、あと一つの団体、WBS なんだけど、WBS で、なんだろう、世界タイトル挑戦圏内までランキングを持っていくのが、まあ、今後の方針になっていくかな。うん。そんな感じだね。じゃあ、WBS の世界ランカーとの試合だね。うん。今回戦うのは、さすがにこれは読めるよ。ピーターでしょ。うん。その後はわかんないけど。ドイツの人だね。戦績は12勝5 KO 5敗。利き腕は右利き。構えはオープンスタイル。うん。ファイターリバーブローが当てにくいタイプの選手。うん。能力値も、スピード系がそれなりにある。ただね、スタミナがちょっと低めだね。あのね、このゲームの、その、ステータスの、カンストと、カンスト直前だと、運命の差があると思うんだよね。なぜかっていうと、あの、このゲームのステータスって、カンストしても、それ以降、なんだろう、上昇してるっていうのが表示されてないだけで、なんだろう。うん、上がり続ける、だよ。特に、軽量級のスタミナとかスピードとかはね。うん、だから、表示上は、999,999 だけど、実数値は、750万だったりとか、するわけなんだよ。だから、なんだろう、スタミナが999,999って表示されてないっていうのは、結構スタミナ少ない方って見て、いいね。うん、だから、まあ、安心できる側の人かな。うん。あと、ライフも結構低いから、うん。当たりさえすれば、倒せると思う。うん。WBS のルールは、前も言った通り、3ノックダウン制、フリーノックダウン制、1ラウンドに何回倒しても TKO にならないから、なんだろう、ライフが少ない敵っていうのは、ありがたいよね。というか、そういうタイプじゃないともう、マークの力量だと、KO は狙えないと思う。WBS ではね。うん。だからね、うん、結構、いい相手と当たったんじゃないかな。うん。まあ、そんな感じ。軽量に行こうか。ミニマム級の上限は105ポンド。マークの今の体重は105ポンドちょうどだから、うん、ギリギリパスだね。And now, minimum weight, non-title match, 10 round match. 今回の試合会場はアステカスタジアムっていう、うん、会場らしいね。うん、アステカスタジアムっていうぐらいだから、まあ、アステカの会場でしょ。アステカ、どこなんだろう。なんだろう。まあ、あれでしょ。うん。南米付近でしょ。前の前の試合はドイツで。その前の試合はオーストラリアで。で、次は南米か。うん。世界中駆け回ってるね。本当なんだろう。うん。旅費すっごい高そう。なんだろうな、ジムから出してくれないのかな。まあいっか、そんな話は。まあ今回の試合はちゃっちゃ倒して、まあ WBS の世界ランク上げましょう。さて、どんなもんだ。あ、思ったより早くないね。これは、決着。急に早くなった。なんだろう。よし！
当たりさえすればあとは大丈夫だ。ボディーブローだから相手のスピード落とせるから。あ、もう危ない危ない。ハンドスピードが結構あるね。リバーブローの隙を狙われるとまあこうなっちゃうよね。そっか、オープンスタイルだから軽く上がってんのか。しんどいな。あれだな、テクニックタイプをブロックにしてちゃんと防いでから打つように。今のは遅い。そう、倒し返しだったぞ。しかしお前も大変だな。ドイツの人でしょ。君もドイツからわざわざアステカまでこの試合するためだけにやってきたわけでしょ。なんでこんなところで試合するってことになったんだろう。せめてさ、アウェーでやるにしてもドイツでやろうぜ。ベルリンレッドボックスってこのゲームにあったじゃん。いやー、あ、でもそっか、ドイツってさ軽量級人気ないらしいんだよね。昔さ、ウラジミール・シドレンコっていうウクライナの選手がいて、出稼ぎ民でドイツで試合してたらしいんだけど、なんだろう、前座ばっかりして試合させられてたらしくってね。なんだろう、そう、タイトルマッチの防衛戦やるときもそっちの方が稼げるっつってわざわざ日本に来たっていうこともあるぐらいの感じだったから、まあそういうことなのかな。だとしたらさ、丸いジムも丸いジムだよね。向こうがそういう状況下なんだったらさ、なんだろう、日本で呼んで試合させてやりゃいいのに。なんでわざわざアステカに。あれかな、時差ボケでの弱体化を狙う作戦なのかもしれない。したたかだね、丸いジム、そしてマーク。まあね、そうやってね、こすい手段使って勝ちに行くのも個人的には嫌いじゃないから、やっていきましょう。あと瀕死の BGM がさっきから鳴ってるね。うん、相手のでしょ。もう力尽きたんだよね。だからこれからはね、無理にダウン狙うんじゃなくて、本当に当たる時だけをね狙っていきましょう。どうせ KO はできるから、なんだろう、こっちがね余計なダメージ受けないことを、音なしで倒れたね。うん、もう本当に押しただけで倒れたって感じだったね、さっきのは。うん、殴ったんじゃないよ、コツンって押した感じ。でも体力限界だったから倒れちゃったんだろうね。うん、まあなんだかんだでマークがこれで WBS の世界ランキング上がったわけで、とはいえね、多分まだ2桁のまんまだと思う。うん、まあ15位ぐらいにランクしてる感じかな。だからこれからはまあ WBS でも世界タイトル挑戦圏内になるように、 WBS でランキング上げるために戦っていく感じかな。うん、でさっきも言った通り、 WBS ってなんだろう、 TKO がないかな、ダウン回数での。うん、長丁場な試合が続くと思うね。だから集中力切らさねて戦っていくことが大事になると思う。まあ、頑張っていきましょう。なんで？自分の動きが止まってびっくりした。そんなことあったっけ？いや、ダウンはしたけどさ。うん、そうなんだ。へえ、心臓打たれてたんだね、マークが。あのドイツ人、ハートブレイクショットの使い手だったんだ。割と多芸な人だったんだね。うん、まあなんだかんだ言ってまあ KO で勝ったんだから、まあどうでもいっか。うん、ね、また次の試合頑張りましょう。